ごかった？すごいよね、雨ね。どうだった今日誕生日？あのね、言ったけどお祝いしてこれなかった。言ったけどダメだった、あ、そっか、なんで忘れちゃった。忘れてた。リミも先生も、リミも忘れてたのか。もう月曜日はね、バタバタしてるからね。まあ別にいいよね。あ、虫に乗ってた。手に持ってるの忘れてたもん。忘れてた。今日は忘れん坊だ。忘れん坊だね。はい、じゃあ手洗って動いてきてください。ティランから。ティラン。ティラン来た。ティラン。あ、来た。また襲われてる。コロン、コロンはどうしたの？コロン。コロンはどうしたんですか？恒例の。ほら、寝転がるとね、シロも喜んでね、怒っちゃうね。ほら、起きて起きて、ほら、起きて起きて起きて、リミ起きて、シロ起きて、怒っちゃうから。シロ嬉しいんだ。じゃあシロの可愛いお顔見せてください。シロ、いくよ。せーの、ピカン。ピカン。シロ激しすぎてダメだ。喜びすぎて怒るじゃないけど。キュッ。キラン。すごい。喜んでますね。コロン。コロンは？コロン。コロン、お水なんで。コロン。宿題は？まだ。まだ。じゃあ先にやっちゃう。今日ね、夕方じいじ来るのってケーキ持ってるの。大ケーキ。ねえ、どんなケーキ来るかな。何やって。ほらまた襲われるよ。シロンが。コロン？コロンが怒ってる。コロンどうしたの？何怒ってるの？シロンが遊ばれると思ってるんでしょ、リミと。リミ、コロンも遊んでって言ってるよ。怒ってるよ、コロンが。逃げてる。始まりそう。はい、じゃあリミちゃんもその間に宿題やりましょう。ね、宿題終わったらね、遊ぼうね。マイクラ。マイクラいいけど、宿題ちゃんと終わってからにしてください。へい。マイクラもリミのお誕生日プレゼント。で、今日ドッグランも行けなかった。しかもお泊まりもできなかった。そうだね。それお返しでしょ。そうね。そう、リミちゃんのね、誕生日って6月なんだけど、ちょっと誰も今画面にいないんですけど。リミちゃん、はーい。なんかね、6月ってね、なんかバタバタしてんだよね。なんかリミの誕生日っていつもなんかバタバタしてて、なんか去年の、リミの誕生日はコラボしてたよね。ダリオ橋本でクレーンゲームのコラボのえなんちゃんとか、ハチちゃんとか。しかもリミ勝った。あ、そうね。そう、そのリミチャンネルが勝ったんだよね。で、その後さ、宣材写真撮りに行ったり、なんか誕生日の日なのに全然誕生日じゃない感じになっちゃったよね。リミ、誕生日のこと忘れてた。そうだよね。今日も。あ、今日もね。そう。今日は本当は、今日が誕生日当日なんですよ。まあ平日だからね、どうしても学校があるから、こんな感じなんですけど、で昨日おとといとね、土日ってお休みだったから、一応ね、お出かけしたりしたから、今日はなんかもう
誕生日終わっちゃった感がいっぱいなんだけど、本当は今日なのね。そう、なんか6月のリミの誕生日はバタバタしてるんですよ。なんか幼稚園の時もさ、運動会がちょうど6月のさ、この時期じゃん。うん。だからなんか、いつもさ、リミの誕生日って感じじゃなくてさ、ね、リミの誕生日に運動会やった時あるよね。あるある。しーちゃんがね、初めての運動会の時にね、リミがちょうど1歳の誕生日で、もうその時もなんかもう運動会疲れてて、なんかリミの誕生日はケーキ1つ買って終わっちゃった。運動会の帰りにケーキ1つ買って終わっちゃう。かわいそうなリミ。はい、でもね、誕生日といえども宿題はあるので、まず宿題をやってしまいましょう。しおも言うこと聞くんだよ、いいか、うん、何それ、わーってやってる時に舐めるってこと。ゆかりでしょ。そうだよ。元気な。そうなんだ。おかえり。ただいま。動画撮ってると思ってる。そうそう、リミちゃんね、お友達からね、ママの LINE にだけど、メッセージが届きました。誕生日おめでとう、今度一緒に遊ぼうね、大好きってね、なんとかよりって、友達からね、メッセージとともに、あの動画まで添付されてね、来ました。よかったね。じゃあ流すよ。かわいい、うん、ね、嬉しいね、メッセージ好きだね。ね、よかったね、久しぶりだね。幼稚園の頃は仲良しで、引っ越しちゃったね、お友達。あのね、お友達ね、うん、2人引っ越したんだよね。おう、8歳だろな、今日から8歳。そう。えい、はい、いいから、これもいいの、撮ってんの。はい、ありがとう。いいから、ここだよ。はい、ほら、はい、おめでとう。はい、終わった。やったね、ケーキもらった。はい、じゃあリミちゃんね、じいじが買ってきてくれたケーキ出してみよっか。2回目ね、いいね、リミは2回目ケーキ。どんなケーキだね、楽しみ。いいよ、開けて。いいよ、開けてみよう。横から開けるよね。うん、横から開けられる、わかる、うん、リミ。テープを取って、テープを取って、汚いけど取って、うん、ちょっと待ってね、うん、よし、取れた、取れた。そうしたら出して、うわ、いた、どう、 あ、潰れてる、違う、あー、プレゼント、リミおめでとうって書いたよってジージが言ってたんだけど、ちょっとね、プレートが倒れてて、その名前だったプレート。フルーツもりもりじゃん、リミ。やったね、いちごも乗ってる。食べちゃった、あのくまちゃんのね、ケーキ、これもかわいい。なんだっけ、マドレーヌ、食べたい、マドレーヌ、マドレーヌ見て、んリミが好きなの、うん、ケーキ美味しそう、お腹空いちゃった。じゃあしーちゃんもそっち座ろう。いただきます。いただきます。ちょっと食べて、美味しい、どう、美味しい、メロンが中に入ってる、うん、嘘、メロンも中に入ってるの。ほんとだ、めっちゃ豪華だ。でね、あのリミちゃん誕生日プレゼントが、ウームからと、あと視聴者さんからも届いてるのと、あとこれ、さっきジージとバーバーがくれた小遣い。やったね、リミね、ご飯も食べなので、プレゼント
といっぱい来ました。で、あとね、もう一人お友達、もう二人かお友達からも、あの、まあ、ママの携帯を通じてるんですけど、おめでとうって来ました。よかったね、リミ。あ、これキュウリ？うん、違う、メロン。メロン。今日学校でも誰か言ってくれる人いた？うん、メロンっぽい。誰も。リミが誕生日ってやっぱみんな知らない1年生の時同じ人もね、言ってくれ。そうだよな、覚えてる。で、今日ね、一人だけね、たちゃんが言ってくれた。よかったね。あと先生。あ、先生も言ってくれた。うん、よかった。リミ、助けてほしい。なに？やばい、どんどん物が溶けちゃう。なんでだろう、リミです、早く来て。はい、2人でできるようになったの？なった。リミ、これ物拾って、チェスト分解したら、チェスト分解しないよ。せーの。次は私か。順番なんだ。はい、じゃあ今日はね、リミちゃんのお誕生日はもう週末に散々やったんですけど、やっぱね、今日が本当の当日のお誕生日なのでね、一応ね、今日も、はい、ね、手巻き寿司にしてみました。イエーイ、ね、うちはね、お刺身とかお寿司とか大好きだからね、今日はいっぱいあるので食べましょう。はい、見て、そうそう、カツオ、最近カツオをね、好きになって、カツオのお刺身、ちょっと今コーラで見えない、コーラで見え、ちょっとコーラで見え、ここにね、コーラのお刺、コーラのお刺身カツオがあるので、それも食べましょう。はい、はい、あと、あの、ツイッターじゃないや、あ、ツイッターにも来てたり、あとインスタもね、あげたから、インスタにもおめでとうっていっぱい書いてあったしね、TikTok も今ちょうどあげました。そうだね、ね、おめでとうって言ってくれた皆さん、ありがとうございました。ありがとうございます。ひみちゃん、無事に今日で8歳になりました。またつまみ食いの、はい、じゃあ待ちきれないので食べましょう。はい、はい、じゃあいただきます。いただきます。はい、ちょっとコーラ、そこでコーラ、まあ今日は誕生日だからね、特別にね、ちょっとコーラも、これね、あの、富士山って書いてあるんです。ひまちゃんと富士急行った時に買ったやつ、冷やすとあったやつ。私はもちろんお水。はい、しまちゃんお水大好きなので、お水です。あ、コーラで乾杯するの忘れた。あ、そうだ、リミちゃん、ほら、リミは飲んでるじゃん。ちょっと飲んでるけど、一応乾杯しよう。乾杯するの忘れた。コーラ飲まないけど。はい、じゃあリミちゃん8歳のお誕生日おめでとう。乾杯。乾杯。ついた。はい。あんま音鳴らない。音鳴らないね。じゃあゆっくり食べましょう。はい。白コロガオが嘘くてすいません。白コロガオが嘘ないよ。白コロガオ。いただきます。はい。うん。うん。おやすみなさい。おやすみなさい。なに？もう誕生日が終わってしまいました。まだだけどね。でももう寝なくちゃいけないから、もう寝ます。ほら、眠い眠い。おやすみ。また明日。バイバーイ。バイバーイ。グミ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 ビア。サンディー。